CGN テレビをご覧の皆さん、こんにちは。9月29日、火曜日、エゼキエル書13章の1節から16節。タイトルは、まやかしの平安の言葉を警戒しましょうというタイトルで、この QT リビングライフの分かち合いをしていきたいと思います。今日のところはですね、神様の言葉がある、その言葉を聞くものと、または虚しい幻とか、まやかしの占い、そういう言葉を聞く人たち、またはですね、本当に様々なこの偽りの平安を訴える、そういう者たちが出てきますが、皆さんはそういう者たちの声を聞きますか、それとも神様の声を聞きますかという話です。皆さんはどちらの話を聞きたいでしょうか。これから、学んでいきたいと思います。エゼキエル書13章1節から16節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、予言をしているイスラエルの預言者どもに対して予言せよ。自分の心のままに予言する者どもに向かって主の言葉を聞けと言え。神である主はこう仰せられる。自分で何も見ないのに、自分の霊に従う愚かな預言者どもに災いが来る。イスラエルよ、あなたの預言者どもは廃墟にいる狐のようだ。あなた方は主の日に戦いに耐えるために破れ口を修理もせず、イスラエルの家の石垣も気づかなかった。彼らは虚しい幻を見、まやかしの占いをして主の蜜げと言っている。主が彼らを使わされないのに、しかも彼らはそのことが成就するのを待ち望んでいる。あなた方は虚しい幻を見、まやかしの占いをしていたではないか。私が語りもしないのに主の蜜げと言っている。それゆえ神である主はこう仰せられる。あなた方は虚しいことを語り、まやかしの幻を見ている。それゆえ今私はあなた方に立ち向かう。神である主の蜜げ、私は虚しい幻を見、まやかしの占いをしている預言者どもに手を下す。彼らは私の民の交わりに加えられず、イスラエルの家の席にも入れられない。イスラエルの地にも入ることができない。この時あなた方は私が神主であることを知ろう。実に彼らは平安がないのに平安と言って、私の民を惑わし、壁を建てるとすぐそれを漆喰で上塗りしてしまう。漆喰で上塗りする者どもに言え、それはすぐ剥げ落ちる。大雨が降り注ぎ、私が雹を降らせ、激しい風を吹きつける。すると壁が倒れ落ちる。人々はあなた方に向かって、上塗りした漆喰はどこにあるのかと言わないだろうか。それゆえ神である主はこう仰せられる。私は憤って激しい風を吹きつけ、怒って大雨を降り注がせ、憤って雹を降らせて壊してしまう。あなた方が漆喰で上塗りした壁を私が打ち壊し、地に倒してしまうので、その土台までも暴かれてしまう。それが倒れ落ちて、あなた方がその中で滅びるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。私はその壁とそれを漆喰で上塗りした者どもへの私の憤りを全うして、あなた方に言う。壁もなくなり、
それに漆喰を塗った者どももいなくなった。エルサレムについて予言し、平安がないのに平安の幻を見ていたイスラエルの預言者どもよ、神である主の御告げ。それでは本文の中身から共に分かち合いをしていきたいと思います。やはりエゼキエル書この最初のところに一節このような言葉がありますね。次のような主の言葉があったと、こういうことがあります。いつもですね、エゼキエルは主の言葉があった、自分のことを語るということではなくて、エゼキエルはいつも主の言葉を語りたかったんだなということだと思うんですね。この QT を通してですね、私たちが一番大切なことは何かというとですね、やはり主の言葉を聞くということ、主の言葉を読むということ、またそれだけじゃなくて、適応というふうにも言われますけれども、主の言葉を語る、自分の体を持って語ると言ったら適用になるんでしょうか。その言葉が大切ですね。何か大きな自分を見せるのではなくてですね、本当に小さな自分と大きな主を見せていく、そういうのがやっぱり QT のですね、醍醐味なんじゃないかなというふうに思います。エゼキエルはいつも次のような主の言葉が私にありました。皆さんに語られている、今日語られる主の言葉は何でしょうかね。次のような言葉があなたにありますよということです。エゼキエルにあった、今回あった神様の言葉は次のようなことですね。いつも人の子よと2節にあるんですけれども、これはエゼキエルのことを呼ぶときに人の子よというふうにですね、この神様が呼ばれています。そこに、注意しなさいよと出てくる人たちがいます。それはどういう人たちかというとですね、自分の心のままに予言する者どもっていうものが出てきますね。これはですね、どういう人たちかっていうとですね、神様の名を借りてですね、自分の言いたいことを言っているということなんですね。これをいつかもちょっとお話をしたことがありますけれども、霊的なコントロール、マインドコントロールだともいうようなことができますよね。本当は聞いてもいないようなことなんですけれども、あたかもこれが神様からの召しなんだよというようにですね、マインドコントロールをしていくということなんですね。で、このことに対してですね、聞く方もですね、神様のことをちゃんと知っていなければですね、ああなるほど神様なのかというふうにですね、何かこう力強い励ましの言葉であるとかですね、愛情たっぷりの行動を見るとですね、これは神様だねなんていうふうに思ってしまうんですが、聞く方もですね、本当にこれは人は神様の言うことを言っているのかなというふうなですね、知恵を持ってですね、それを聞くべきでありますね。ちゃんと神様の言葉を聞いているならば、この人が本当に真実なことを語っているかどうかっていうのはやっぱり一目瞭然です。なぜなら皆さんは神様と直接この聖書や祈り、礼拝、信仰生活を通して会話ができるからですね。この人格的な神様と私たちはいつも交わっているというわけです。ですから、この本当に神様のことを伝える、神様のことを言うことを聞く、これが本当に信仰生活の中で、最も大切なことなんじゃないかなというふうに思います。最もというとちょっと語弊があるかもしれませんけれども、とても大切なことですね。6節7節もね、こう見るとですね、どういう人たちが出ていく来るかっていうと、これまず第一に虚しい幻、まやかしの占いというふうなことをね、語る人たちがいるんだということですね。こういう人たちの言うことは往々にして自分たちに都合の良いことを言うんではないかなというふうに思います。もしくは皆さんに都合の良いことばかりを言うんではないかなと思います。疲れていてですね、休みたいと思っている時には、そういう何か自分の心を休めてくださる甘い声に引っかかります。もしくは皆さんが何かお困りの時にそれを助けるような言葉があるならば、あまり深く考えないで飛びついてしまうんじゃないかなというふうに思うんですね。これはやっぱり自分のこの苦しみを逃れたいという自己満足の表れじゃないかなということを思うわけなんです。確かに助けっていうのは必要なことなのかもしれません。しかしですね、真実はいつも私たちの方に都合の良いことばかりではないんだと思いますね。もし自分たちの都合の良いことばかりが世の中で起こるならば、それが真実だとするならば、聖書は必要ありませんね。また皆さんは全く問題のない人になります。皆さんはそうではなくて、やはり問題を抱えていると思います。どんな人も完全な人はいないわけです。全ての人は罪人ですね。です
から聖書はそういう私たちに対して投げかけられる神様の言葉ですから、愛の言葉である通りに愛の無知のこの言葉でもあるかなというふうに思うわけなんですね。有名な聖書の箇所があります。ヘブル人への手紙の4章の12節を開けるとこんな言葉がありますよね。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますというふうに言われているんですね。これは人をただね、その人の考えを指して、その心を指していくっていうだけじゃなくて、当然両刃の諸刃の剣ということで、私の心をも突き刺す、そういうものがあるんではないかと思うんですね。あるクリスチャンの方と私がこう交わりをしてたんですね。まあ何でも何でも愛の神様だから許されると安らぎを得るんだというふうなですね、人たちがこの世の中に多くいるんだけれども、どう思いますかと、その成熟したクリスチャンの方とね交わっていたら、いや私はこういうふうに言いますと、本当にこの聖書を読んでると自分がダメだなと思わされるところがあるから聖書はいいんだということなんですね。私を教え導いてくれる、そういう部分があるから聖書はいいんだ、いつも何でもいいよと言ってくれるんじゃなくて、私を教え戒めてくれるからこそ真実な言葉だと信頼できる、だから聖書はいいんだというふうに言うわけなんですね。まあ、そういう御言葉だからこそ、私が困難な時に力を与えてくださいます。8節から9節はこういう虚しい幻、まやかしの占いを言うものに、裁きがありますよということを言っています。1つ目は、このイスラエルの民の交わりに加われない。2番目のことは、このイスラエルの家の席には入れない。3番目のことはその土地にも入れない。まあ、簡単に言うとですね、彼らが誇りとするものは全て失ってしまいますよというふうな裁きがあります。10節から16節には第二の裁きがあります。これはどういう人たちに対して話される裁きかというと、嘘の平安を言いふらす人たちのことです、ね。この嘘の平安を言いふらす人たちにはどういう言葉がかけられていく、裁きがかけられていくかというと、その語っていた言葉、その言葉、その内容そのものもそうだし、語るものも結局虚しく滅びる時が来ますよ。しかしその時、14節、私が主であることを知ろうと書いてあります。いつも神様の方に向いていってください。神様の働きはいつも私の言うことを聞きなさい。私はあなたにちゃんと愛の言葉、また愛の無知の言葉を語っていますよということです。それに私たちも聞きたいと思いますね。それでは皆さんの前にテロップが流れたと思いますか。今日皆さんの心をしている、支配しているのは御言葉による平安ですか、もしくはそれとも世の中のさまざまなゴシップや噂話のようなことから来る、心配事でしょうかということなんですね。まあ、世の中はさまざまな情報が流れています。その中には完全なゴシップや噂話もあります。一方でですね、科学的な話というものもあります。例えば健康の対するこの番組とかですね、そういうものもあります。しかしですね、大事なことはですね、そういう知識というものはあってもいいかもしれませんが、大切なことはそれがあなたに何をもたらすかですね。それがあなたに何をもたらすかです。あなたの心の中に平安を持って希望を与え、今日も生きる活力を与えますか。それがたとえ御言葉から来る厳しい注意の言葉であったとしたとしても、あなたがしっかりと生きていこうとするその言葉でしょうか。それとも皆さんのこのさまざまな正しい言葉であるかもしれないけれども、皆さんの心を不安にさせ、そして何かを購買させようとさせる、そういうようなお話でしょうか。知識としては正しいかもしれませんけれども、その言葉にあなたを生かす命がありますか。あなたがその言葉を信じていけるこの価値があるでしょうか。皆さん、
今日皆さんの心を不安にさせていることは何でしょうか。聖書の御言葉は、あなたは本当に罪人であったとしても主に立ち返るようになるよ、エゼキエル書はそういう言葉ですよ。あなたは今本当に心に悩みを抱えていますか。もう一度立ち返ることがイエス・キリストの名によってできることをあなたは信じますか。心配しないでください。必ず皆さんは神様のことをされます。イエス様に頼って生きていきましょう。